はい、こんにちは、こんばんは、てるです。本日3月8日にですね、ある作品のアニメ化が発表されました。その作品がですね、本月の下克上、師匠になるためには手段を選んでいられませんのアニメ化発表されました。イエーイ。はい、というわけでね、来ましたね。前々からね、本月の下克上は、アニメ化するだろうとはね、さすがに思っていたんですけど、とうとうね、アニメ化が発表されたということで、非常に嬉しい限りでございます。こちらの作品ですね、過去にこのライトノベルがすごいで2連覇するとかね、ものすごい、人気の作品なんですけど、今回満を持してね、アニメ化ということで、この作品がですね、TO ブックスから刊行されております。小説家になろう初の、ライトノベル作品でございます。ジャンルはですね、異世界ファンタジーとなります。書籍版がですね、現在17冊出ておりまして、その他に外伝というものが1冊出ております。はい、冊といったところがですね、この作品がですね、ナンバリングが振ってなくてですね、各巻ごと第1部の何巻みたいな感じで書いてあるんですよね。はい、ですので現在は第17冊出ておりますね。現在書籍版の方が、ですね、第4部までやっております。はい、それでですね、最新の第4部の第6巻がですね、3月の9日明日ですねに、発売予定とのことです。その他にですね、こちらの作品はコミカライズもされておりまして、そちらの方も非常に大人気の作品でございます。現在第7巻まで出ていると思います。はい、その他にもいろいろね、メディアミックス、ドラマ CD とかも出ております。はい、といった感じでございます。この作品のあらすじをざっと説明していきたいと思います。はい、この作品はですね、現代の日本で生活している主人公の元須浦野っていう人がいるんですけど、その人がですね、ものすごい本が好きだったんですね。で、そのね、本好きを活かせる職に就きたいということで、もともと希望だった図書館への就職が決まったんですね。で、図書館へのね、就職が決まった喜びに満ち溢れたまま、その日に亡くなってしまうんですよ。はい、で、亡くなってしまった、もうものすごい未練が残るんですね。もっとね、本が、ものすごいたくさんの本を読みたかった、そんなね、未練を、持ったまま、死んでいってしまった主人公なんですけど、気がつくと異世界の小さなね、女の子のマインっていうこの体を持って意識を取り戻すんですね。ということで、この作品は、現代日本でね、死んでしまった主人公が、異世界に転生するという形の、異世界転生系のね、お話となっております。はい、で、物語の舞台となってくるのが、魔法が存在する、中世ヨーロッパのような世界観のような、舞台となっております。そんな世界でですね、もともと現代日本でね、ものすごいたくさんね、本を読みたかったのに、読む前にね、死んでしまったその未練をね、解消するべく、この異世界の地でね、本をね、手に入れようとするお話なんですけど、なかなか本という存在がですね、非常に高価なものでして、なかなか庶民ではね、手が出しづらいようなね、非常に高価なものなんですよね。そんな世界で、どうにかして本を手に入れたい、もうどうやれば本を手に入れることができるのか、そのためにね、いろいろね、奮闘するっていう、お話になっております。はい、ということで、今回は本好きの下克上、師匠になるためには手段を選んでいられませんのアニメ化を発表されましたお話でした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。